皆さんこんにちは、モーターサイクルジャーナリストの大谷雄一です。今日これから試乗するのは川崎の KLX230S というモデルになります。はい、この KLX230S なんですけれども、 KLX230 というですね、車両がありました。シート高がちょっと高いモデルだったんですけれども、やっと待望のシート高を 55mm 下げたモデルが S として販売されました。日本でのラインナップですと230の方がなくなってしまいまして、この 230S に統一されることになりました。それ以来ですね、エンジン空冷 SH2 バルブ短気筒ですとか、基本的な構成は230無印の方ですね、これとは全く変わりません。基本的にはそのサスペンションのストロークを短くすることでシート高を下げた、そんなモデルになります。それでは一番気になる圧縮性がチェックしたいと思います。はい、それでは足つきライポジをチェックしたいと思います。おお、身長175センチの私でこのように両肩がしっかりつきます。実はですね、 KLX230 無印の方なんですけれども、かなりつま先ツンツンな感じだったんですけれども、私でかかとが設定することができますね。で、全体的なライポジとしてはちょっと、コンパクトですね。はい、それではエンジンをチェックしたいと思います。はい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 、はい、232cc の空冷短気筒なんですけども、なかなか毛上がりシャープですね。最高出力19馬力、どんな走りを見せてくれるのか、これから試乗に行きたいと思います。はい、川崎 KLX230S 試乗してきました。非常にいいバイクだと思いました。印の230シート高の高い方ですねは散々試乗させてもらったんですけれども、もちろん林道すごく楽しく走れますし、やっぱり林道を持ってくるなら230の無印だと思っていたんですけれども、やっぱりそのトレッキング、例えば林道を走るときにですね、あ、ちょっと足をつきたい場面ですとか、そういうところでやっぱり緊張していました。ところが 230S 55ミリ低くなっただけでですね、何かあった時にパッと足がつける、その狭い林道入ってちょっと U ターンしようかなと思った時ですとか、そういうところですごく安心感がありました。前後のサスペンションストローク150ミリ台なんですけれども、トレールバイクでちょっと短めです。ただ普通にトコトコと林道を流す分でしたらもう十分なストロークだと思いました。ですので230S のみになってしまうという、ちょっとネガに取られる方がいらっしゃったんですけれども、良い方で十分かな、多くの日本を走るライダーにとってこっちの方がいいかなと思いました。エンジンです。今日ずっと東名高速走ってきたんですけれども、6速ミッションありますので、なかなかパワーのあるところをしっかり使いますので、交通の流れの遅れるとか、例えば休日のそうですね、四輪の速い流れにですとか乗れないとか、そういうことは全くなかったんです。でさらに言えばですね、キロ巡航メーター見110キロぐらい出してもですね、しっかり安定性がありましたし、あとはその乗り心地の良さ、トレールバイクの良さ、この辺がよくできていると思いました。このモデル ABS ついてます。オフロード ABS ですね。かといってそれほどそのガンガン操作性を妨げるものではなくてですね、ナチュラルに作動を介入してくれました。はい、KLX230S ですね。私ヤマハのセロー250乗っているんですけれども、このセローがなくなってしまいました。本格的にこの K2 輪でトレールバイクといいますと、まあ、CRF250L ホンダの絵があるんですけれども、それよりももう少し手軽に扱えますし、安く乗れるという意味ではなかなかいいバイクだと思いました。はい、以上川崎 KLX230S の試乗インプレッションでした。ご視聴ありがとうございました。